おはようございます。無重力のまさとです。本日は減量6週間の経過報告をしたいと思います。はい、体の方こんな感じです。どうでしょうか。ということで今の体重お見せしたいと思います。っていうか増えてる。はい、ということで体重増えちゃいました。ちょうどね1週間前体重が50キロ台に到達いたしましたとご報告させてもらったんですけど、そこから1キロ増えちゃいました。いやーショックですね。この1週間っていうのはね、あの日以降体重が50キロ台になることはなかったです。はい、ずっと、60キロ台を維持したまま、なんなら一時期、61.6 キロぐらいまで約2キロぐらい増えちゃいまして、そこから、ちょっとまた再び落ちてきて、今は60前半から今日はちょっと重たかったんですけど、基本的には60前半ぐらいでずっと停滞しておりました。はい、いやー停滞期来ましたね。まあ分かってはいたんですけどね、これだけ順調に落ちてきたんでまた停滞期来るかなとは思っていたんですけど、来ちゃいましたね。はい、ということで本日はこの停滞期を打破する方法をお伝えしたいと思います。いやもうこれはね仕方ないんですよ。停滞期は仕方ないので、停滞期が来たら停滞期を打破する方法を試すしかないんですよね。ということでまずその方法1つ目お話していきたいと思います。まず僕は今ローファットダイエットをしております。1日の摂取カロリーを決めて、そのカロリー内で、炭水化物とタンパク質をメインに、脂質を最低限に少なく、なので食べるものももう限られてきます。僕に関してはもう毎日同じものを食べております。オートミールとプロテインを基本的にとっております。そして夜は卵だけとか、そのような感じの食事をとっているんですけど、この食事を続けていると体が慣れてきてしまいます。体の機能でホメオスタシスというものが反応してしまって、今食べている食事に慣れてきてもう体重が落ちなくなってくるんですよね。この際に行ってもらいたいのが、その食事の内容を変えることです。カロリーは変えなくてもいいので、食事の内容だけでも変えるだけで体の慣れというものがなくなり、再び減量が進みます。これに関しましてはカロリーを上げ下げしてもらっても構わないです。しかし僕がおすすめするのは、まずは同じカロリー内で、その栄養素の比重を変えてやることです。脂質を増やしてやって、炭水化物を減らしてやったり、逆に炭水化物を増やして脂質を減らしてやったり、そしてタンパク質を減らして炭水化物を増やしてやったりなど、そのようにカロリーは変えずに取り入れる栄養素だけを変えてもらうということを僕は一番おすすめします。その他にも1週間の間でカロリーをサイクルさせるというのも効果的です。この3日間摂取カロリーが決まっているとしたら、この3日の間で毎日同じカロリーではなく、トータルカロリーは一緒でも日によってカロリーを分けるという風なやり方も効果的です。しかし僕が今回行うのは、もうカロリーは変えずに同じカロリー内で、摂取する栄養素を変えるということです。僕の場合だと今プロテインオートミールを1日に3回食べております。3回から4回ぐらいですね。そして1回のオートミールの量が 3,40g ぐらい、そしてプロテインの量が、2,30g ぐらい、これを1日3回から4回、そしてプロテインに関しましてはそれ以外にも別でプロテイン青汁を作ったり、プロテインのお菓子を作ったりしてるんで、3回から4回はねプラスで取っていると思います。そして卵も1日に3個食べているんですけど、これでね見てみるとタンパク質の分量はちょっと多すぎるかなと思っています。僕はちょっと今食費を安く済ませたいということでプロテインを大量に摂るようにしています。これがねちょっとあだに出たかなと思います。タンパク質というのは過剰摂取しすぎてもあんまり意味がないんですよね。人の体というのはね必要なタンパク質量決まっております。それ以上取ったところで体には吸収されずに排出されるか、まあ、それが体の中に溜まるかどちらかだと思います。なのであんまり取りすぎもね効果がないんですよ。別に取りすぎることが悪いことではないとは思うんですけど、基本的にね日本人はタンパク質が足りていないので、しかし基本的にトレーニングっていうのはねタンパク質が足りていないということはほとんどないと思います。プロテインなどを摂っていると思うんで、まあ、食事からもしっかりタンパク質摂っていると思うんで、タンパク質量が足りないということはほとんどないと思います。まあ、体重のね 1.5 倍から2倍ぐらい摂れていたら基本的には問題ないと思うんですけど、僕はまあそれ以上にタンパク質を過剰摂取していたと思うんで、このタンパク質の比重を炭水化物を多めにちょっと変えようと思います。今まで摂っていたタンパク質量を減らして、炭水化物の量、僕だとオートミールの量を増やそうと思います。今までプロテインオートミールを1日3回から4回摂っていたんですけど、それを5回か6回ぐらい増やそうと思います。なのでプロテイン単体で摂ることっていうのは少なくなると思います。このように変えることによってエネルギー量が増えます。糖質が増えるんで、ローファットダイエットというのは糖質がエネルギーになるので、この糖質量を増やすことで、運動量が増えます。そして減量にもエネルギーを使うので減量も効率よく進むと思います。ということでね、しっかりと考えてみたらね、この停滞期の原因っていうものは分かりました。まず停滞が来たら一番最初に行ってもらいたいのは、今まで続けていた同じ食事っていうものをちょっと変えてやることで減量また再び進む可能性があるんで、まずはそれを試してもらいたいと思います。僕も今回はそれを実践しようと思います。そしてもう一つ停滞期を打破する方法あります。これに関しましては合う合わないがあるんで、まあ、あくまでやってもらうのは自己責任になります。ちなみに僕はあんまり合わないかなと思うんですけど、それがチートデイになります。はい、皆さんもよくお分かりだと思います。最近ねこのチートデイっていう言葉かなり浸透してきましたよね。もうチートデイってもなんか言い訳にも聞こえてくるんですよね。はい、しかしねこのチートデイっていうのもしっかり効果があります。先ほど言った通り毎日同じ食事をとっていると体が慣れてきます。爆食をしてカロリーを一気にドカーンと上げることにより、体がね反応してね、今まで飢餓状態だった脳や体が、まだ大丈夫なんだという風に反応して、そこからまた次の日から減量食に切り替えることによって体重がまたすんなり落ちていくという風な方法になります。しかしねこのチートデイにはデメリットもあります。まず1つ目は一気に体重が増加してしまうので、そこから減量のやる気をなくしてしまうことです。はい、このねチートデイっていうのはもう好きなものを食べるわけなんで、塩分も水分もいっぱい摂ると思います。ということは体がねめちゃめちゃむくむんですよ。なので次の日の体重というものはものすごく増えます。多分びっくりするほど増えると思います。減量していた体から一気に取り入れるわけなんで、まあ4キロ5キロぐらいは平気で増えると思います。今までね必死に頑張って減量してきて4キロ5キロ増えてしまうと減量のやる気めっちゃなくすと思います。なのでそのスイッチの切り替えというのをしっかりできる方はやってもらったらいいんですけど、ちょっとメンタルに弱い方というのはねあんまりおすすめできないです。そしてデメリットもう一つは爆食をすることによって次の日も過食を続けてしまうことです。はい、これもねメンタルの弱い方に陥りがちなことになるんですけど、僕もそれです。僕は食べることが大好きなので大食いをしてしまうことでスイッチが入ってしまい、次の日もまた次の日も爆食を続けてしまうんですよね。僕も以前チートデイやったことあるんですけど1日で終わったことがないです。2日3日絶対に続けていました。2日3日で済めばいいんですけど1週間で続けてしまって減量がパーになってしまったこともあります。なので僕は基本的にチートデイっていうものは行わないようにしております。本当はうまくチートデイを取り入れるのが一番いいんですけど、僕にはまだ、ちょっと難しいかなと思っております。しかし体重が58キロ台になればちょっとチートデイやってみようかなと思います。皆さんもね見ててね面白くないと思うんですよ。このような質素な食事ばっかりご紹介して。なのでね58キロ台に突破したところで自分に許しをかけるということでチートデイやろうかなとちょっと考えております。まあこれも決定ではないんでね、はっきりとは言えないですけど、皆様の前で動画に収めてチートでやっていこうかなと思っているんで、まあそれまではしっかりと気を引き締めて、このような感じのちょっと面白くない動画が続いてしまうかもしれませんが、皆さんご了承くださいね。まあということで、このチートデイっていうのもね、減量を進めないと始まらないんで、引き続き頑張ろうと思います。ということで、今減量されている皆さんいると思いますが、一緒に頑張りましょう。これから減量を始められる方も、今始めれば夏までに全然間に合います。なんなら今始めないと夏までに減量間に合わないです。減量というものは時間かかるんで、そんなすぐに体重というものは落ちるものではないので、皆さん今から一緒に減量始めませんかね。ということで、減量6週間の経過報告をさせてもらいました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。